英語どうやって勉強してきたのか、うん、平均点いかなかったんですよ、テストとか。どうやって英語に目覚めたんですか。文献を振るっていうところで、はい、和訳がダントツに好きで、シャドーイングをひたすらしていました。電車の中です。はい、始まりました。もちちゃんです。さあ、今回ですね、はい、再びやってきてもらいました。Hello there! 皆さんこんにちは。ミスト大エントリーナンバー3番の山下梨沙です。よろしくお願いします。いいんですか、ナンバー3とかやんなくていいですか。いいんですか。いや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 。代わりにやってくださいました。今日は英語どうやって勉強してきたのか。そうですね、ちっちゃい時はアメリカにいたけれども、あんまりその時のこととか覚えてないですもんね。うん、3歳までなので全然記憶になくて、リスニングとかも全然最初はダメダメで、うん、スピーキングの能力があるっていうわけでもなかったの で、うんでね、能力的にはそんなに帰国子女の恩恵を受けているっていうわけではないんですよね。小学校で始めたんですか。アメリカから帰ってきて何年かクモンに通ってたんですけど、あ、はいはい、実際の英語力っていうのはあんまり持続していなかった気がしますね。小学校3年生ぐらいでクモン辞めて、でうん、そっからも全然英語触ってないですね。まあ中学受験して、そうですね、中学受験の時は別に英語ないですもんね。そうですね、うん、英語なくで入って本格的に英語は始めるんですか、うん、中学校。そうですね、白百合学園だったんですけど、中高が白百合で英語をやって、でもその時も平均点いかなかったんですよ、テストとか、英語本当にすごい得意ってわけでも全然なくて、うんうん、白百合の中でも、まあ、半分とかそれよりちょっと下ぐらいで、うん、中学1年生の時は。そうだったんですね。そうなんです。それがどうやって英語に目覚めたんですか。そうですね、私の一番のきっかけは文系を振るっていうところで、はい、もう本当にこれが全てだと私は思ってるんですね。SVOC を振り始めて、こう第一文系から第五文系まであるじゃないですか。 あれを徹底的にやり始めたのが中2なんですけど。あ、なるほど。そうなんです、もうこのままじゃ英語やばいと思って、うんうんうん、SVOC を全ての英文に振ってみるというか、はいはいはい、それをやり始めたらだんだん英語が分かってきて、なんかパズルみたいになってくるというか。あ、そうですね、そうなんです、はいはい、うんうん、名詞節とか副詞節とか、でそういう風にやっていったら、まあ、英語力が伸びたっていう、ゴリゴリのなんか文法っていう感じですね、私は。珍しい。SVOC 中2でっていうのは珍しいんじゃないですか。あ、そうなんですね。やっぱ塾の。そうですね、私平岡塾っていう塾に通ってたんですけど、もうその塾は本当に文法重視で、SVOC 振りましょうと、全ての、まあ、英文はそういう文系で解決、文法とか文系で解決できるから、そこ固めようねっていう方針の塾で、私は中の前半とかまではあまり分かってなかったんですけど、ちょっと追いつかなきゃやばいっていう風に思って、あんまりできなかったので英語が。で、SVOC をもう一回復習して復習、すごい、中学生が復習してる。はい、振り始めたっていう感じですね。それから楽しくなったっていう。そうですね、じゃあもう文系取って訳してっていう。そうです、そうです、もう本当にそれが一番好きですね。だから、東大の英語入試っていろんなジャンルあるじゃないですか、はいはい、要約とか、はい、でも私その中で和訳がダントツに好きで、なんか大好きだから一番最後に取っとこうみたいな。一番最後に取っとく、いや時間との戦い。確かに、そうそうそう。リスキーですけどね。リスキー、生後とかに時間取ってたら危ない、ドツボにハマったら危ない。もうあれも構文取れる人は有利なんですけどね、実は。はい、そうだったんですね、珍しい、うん、だからもう文法ゴリゴリっていう感じですね。あ、で中高一貫で、じゃあその塾の内容だけでやっていきましょう。なんか参考書やったりとかはなかった。そうなんですよ、塾の内容だけでやっていて、はい、というのもその塾がプリントをめちゃめちゃ配って、はい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 、で自分ならではの辞書みたいな感じするんですね、文法参考書みたいな感じで作るんですけど、はいはいはい、それをまあどんな時にもオリジナルの参考書にして、うん、どういう問題解いてもここに立ち返って間違いをこうやって書いて、こんな感じでやってたので。東大対策のものもあるってことですか。高3になったら能力別でクラスが分かれるので、はいはい、まあ、そこで東大の問題解いたりっていうのをするんですけど、はい、東大専門のクラスっていうわけではなかったです、ね、リスニングとかどうしたんですか。じゃあ、あ、リスニングは、まあ、もちろん塾の時にもちょっとやったんですけど、うん、私は行き帰りの電車で必ずリスニングするようにしていて、もうここはもう頑張ろうみたいな感じで、高3からリスニング対策始めたんです。高3からなんですね。そうなんですよ、遅いんですよ。
じゃあ間に合ったんですね。そうなんです。結構多分リスニングが良くて本番の点数も良かったんじゃないかなって思う、はいはい、あれ30点もありますもんね。すごい大事です。いつも言いますけどリスニングすごい大事です。すごい大事だと思います。そうそうそうなんですよ。あ、このままじゃやばいってやばい思ってで高3の行き帰りだから20分20分で40分ぐらいかな、うん、はリスニングを聞きながらシャドーイングをひたすらしていました。電車の中で喋ってたんですね。すごい不審者ですよね。だからもう一人で扉の端っこみたいなところにいて、うん、もうブツ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 、すごいちっちゃい声ですよ。ブツ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 言ってましたね。あ、そうだったんですね、うんうん、そんな感じでやってって、でも取れたわけですもんね、それで。そうですね、共通テストもいけたわけですもんね。そうですね、でも本当に記憶がないんですけど、うん、多分、はい、ミスなくだったと思いますね。ミスなく、わお。センターの最後ですね。センターの最後だから、うんうん、センター試験、それはもう満点いけたと。多分本当に記憶がなくて、はい、もう3年も前だから申し訳ないんですけど、うん、そうですね、リスニングは多分大丈夫だった気がしますね、うん、シャドーイングって大事なんだなって思いました。単語帳とかやりました？あ、単語帳やりましたね。鉄壁をやってました、はい、私はもう本当鉄壁が大好きで、すっごくおすすめの単語帳なんですけど、鉄壁の後ろにこう A から Z までのあるじゃないですか、はい、作品ね、はいはい、あれにインデックスをつけるんですね。 A、B、C みたいな文章とかで分かんない単語があったらそこで調べるって。だから単語帳をセクション1みたいな感じで覚えていくのはもちろんなんですけど、それと併用して電子辞書の第一段階みたいな感じで使ってました、だからめちゃめちゃ単語帳を見る機会を増やしました。はあ、なるほど。それで新しく載ってないのが書き加えてとかも。あ、そうですそうです。そうで、なんか書き加えたり、載ってたやつは例えばその文章そのものをこうやってあの鉄壁のところ書いて、はい、ああなるほど、そう、はい、ああの文章で出てきたあれかっていうふうに覚えるので、やっぱその参考書をなんか自分の辞書にするっていうのは私の受験を通じて結構やってたことかもしれないです。あ、まあ、確かにいますね。その東大の授業をやってた時にやっぱりみんな鉄壁に書き込んでましたからね、僕が喋ったことこうやって、ね、なるほど、そんな風に、はい、作文どうしたんですか、英作は。あ、英作か、英作はそうですね、平岡で検索とかしてもらったんで。そうなんです、はい、和文英訳、自由英作はどうでした？両方。あ、和文英訳、私的には和文英訳の方が好きでしたね。そうなんです。だけど自由英作は意外と初歩的なミスめっちゃするっていうことに気づいて、読み直しの大切さを、大事です、はい、大事です。え、漢詩とか三単元の S 抜かしちゃうんだ自分、やっぱ焦ってるとうわって書いちゃうとミスとかすごいいっぱいあるので、読み直し大事だなって思った記憶はありますね。すごい。本番も本当に和訳最後にやったんですか？そうな気がしますよ。自分なりにその順番は決めてたので、何やって何やって、でも和訳は最後。覚えてます？どうやって？東大途中でリスニング入りますからね。そうなんですよ。それが厄介なんですよ。ようやくやって、小説やって、リスニング、はい、あ、でもリスニングの前に時間余ったら 4A っていう文法問題、はい、文法ですね、あれをやって、でリスニングの問題は読んどくんですよ。ああ、そうですね、さっき読み下読みって言われるんですね。そうですそうです、読んどいて、でリスニング終わったら 1B がまず、ああ、英作ですか？英作じゃないです、入れるやつか、ボックスに。あ、そうです、ボックス、ボックス。まあパターンいろいろ文挿入ですね。そうだそうだ、だから、その後は自由英作やって、で 1B っていう空欄補充してから和訳ですかね、うんうん、英訳、英語を書くみたいなやつはリスニングのすぐ後にやった気がします、自由英作文と一緒に、うん、そういう感じでやってた、そうですね。逆にその 1B すっごい苦手だったんですよ。 あれもう時間ない中で焦ってわからんわからんみたいな感じだったので、うんうん、まあ、1B ガッと解いて、うん、好きな和訳を最後に頑張ろうっていう。そうです、なんかご飯食べる時もそういうやつなんですか？あ、そうですね、確かに確かに。そうですそうです、それと一緒ですね。それで、あ、でもそっか、一応抑え受けてたわけですもんね。そうですね、慶応経済の A 方式、数学を使うものを受けましたね。おー、ほい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 、まあまあまあ、長文はめちゃくちゃ簡単なんで、慶応経済は。それで、あとは作文ですもんね、和文英訳と自由英作ですから。かな、全然覚えてない。ごめんなさいごめんなさい、覚えてなかった。はい、もうそれも当然東大やってりゃできますと、なんですかね、経済の問題なんて余裕です。それに比べる、いやいやいや、英語は。あ、お知らせを、はい。
ありがとうございます。東大の駒場祭が11月の18、19、20ですかね、はい、にあるので、そちらでね投票ができるようになっているので、はい、ぜひぜひ足を運んでいただいて駒場祭で投票をご協力いただければっていうふうに思うのと、はい、あと最後が12月の2日にまた別にフィナーレっていうのがあって、はい、でそこでグランプリが決まるので、ぜひぜひ、はい、皆さんいらしてくだされば嬉しいです。この資格とか、そうですね、アイエルツを